やっはろー、今日は依頼人を連れてきたよ。先輩、実は先輩にお願いが。断る。カズヤくん、ホットミルク飲みます？ハローハー、お邪魔してるよ。なんか楽しそうな部活だね。ほら、先輩の気のせいだって。だってさすがの千鶴さんも暑い夜を過ごした私たちの間に入ってくるなんてことはしないでしょうし。実はエリカちゃんの大ファンだったんだ。なんか今までもみんなでやってたけど、この罰ゲーム初めて楽しいって思った。先輩を親友にしてあげるの私の方だし。海野くんがいるからだよ。ありがとう、バカ。